今日はですね、科学と哲学っていう、そういうふうな話をしたいと思うんですけれども、なんか漠然としてるんですけれど、そもそもですね、哲学とは何かっていうと、これぶっちゃけて言うとですね、自分と社会の一体性をお互いに高め合っていこうっていう、そういうふうな、言論体系みたいな、かつてはですね、孔子やプラトンの時代はですね、哲学っていうのはそういうふうなものだったと私は思うんですけれども、もうちょっと具体的に言うとですね、自分が自分であるっていう、自己同一性っていうものとですね、社会の秩序、社会が一体性である、一体的なものであるべきだっていう、そのような考え方をリンクさせて、互い、社会と自分っていう、互いが互いを高め合っていこうっていう、そういうふうな、言論体系だったんですけれども、それがですね、近代に入って、哲学からですね、科学がどんどん分離していって、そして哲学は、何て言うんですかね、社会の一体性っていうのは、どのようにあるのかっていう、そういうふうなですね、ちょっと堕落した学問形態になっているっていうふうに思いますね。ヘーゲルであるとか、ハイデガーであるとか、ニーチェであるとかですね、そういうふうな哲学者もですね、西洋の大哲学者っていうふうに言われる人たちも、社会がどのようにですね、一体性を持っているかっていう、そういうふうなことを、論述するっていうかですね、そういうふうな哲学体系に、学問体系になっているんですけれども、そもそも哲学っていうのは、社会と人間がですね、個人の人間がどのように互いに一体性を高め合っていくかっていう、そういうふうな、ちょっとメタレベル的なですね、そういうふうな言論体系だったんですけれども、そういうふうな哲学からですね、科学っていうものが、数学とかですね、物理学とか生物学とかっていうものが分離した結果ですね、分離された科学っていうものはどういうふうなものになっているのかっていうと、その一体性ですね、個人の一体性、社会の世界の一体性が当たり前だっていう前提のもとに、科学っていうものが成り立っているっていう、そういうような構造になっていると思います。例えばですね、科学で最も優秀であるとされる数学なんですけれども、数学っていうのはですね、数学苦手な人っていう人も、苦手だったっていう人も、多かったと思うんですけれども、私が思うにですね、私結構得意な方だったんですけれども、数学は。数学の苦手な人の特徴っていうのは、簡単なことは分かるんですよね。これ当たり前なんですけど、1たす1は2とかですね、指を折ればですね、1と1を足せば2になりますから、こういうことはもちろん誰でも分かるんですけれども、これがだんだん複雑になってですね、大きい数を扱ったり、数式がですね、複雑になったり、多層的になったりすると、ちょっと不安になったりするんですよね。不安になると、もうそこから先にはですね、なかなか進めなくなるっていう、結局数学が苦手みたいな、そういうふうなことになるんですけれども、数学の問題を解くにおいて大事なことはですね、自分が自分であるっていうことをもう確信してですね、世界は合理的であるはずだっていう、そういうような確信をして、その結果ですね、数式の間をもう確実に縫っていくっていう、そういうような気構えみたいな、そういうことが必要とされるんですけれども、これがですね、自分はこの数式の間を縫っていけるだろうかみたいな、ちょっとそういうふうな不安な気持ちが混じってしまうと、なかなかですね、先に進めなくなるっていう、そういうふうな構造になっていて、すなわち、数学っていう学問も科学もですね、自分が自分であるっていう、社会が社会であるっていう、世界が世界であるっていう、そういうふうなことがですね、前提とされてるんですよね。そしてこの社会はですね、自分が自分であるっていうことが前提とされてるから、例えば統合失調症であるとか、躁うつ病であるとか、そういう人たちがこの社会の中で苦しむっていう、この社会がですね、統合性っていう、自分の、自分が自分であるっていう、その自己統合性、自己同一性において、当たり前とするような価値をですね、社会がですね、なんとなくそういうふうな雰囲気を醸し出しているから、そのような価値から外れてしまうですね、統合失調症や、うつ病患者であるっていう人は、病気とされて、そして苦しむっていう、そして治す方法はないっていう、そういうふうなことになるんだろうというふうに思いますね。ですから、科学っていうのはですね、役に立つところもあるんですけれども、ある種かつての哲学、プラトンやですね、孔子の展開したような哲学の、堕落形態みたいな、そういうふうな感じに、実際なると思うんですけれども、そしてですね、
話の、目的っていうかですね、プラトンや、孔子っていうですね、その哲学者がかつての、偉大だった哲学者が一体どこからその着想を得たのかっていう、そういうふうなことなんですけれども、これですね、プラトンは紀元前350年ぐらいの人で、孔子は紀元前500年ぐらいの人なんですけれども、人類でですね、最初に文明の栄えた地域っていうのはメソポタミアっていうふうにされていてですね、そして私が考えるにはですね、メソポタミアにおそらく、そのようなですね、自分と、自分個人と自分の一体性とですね、社会の一体性をリンクさせて、互いにその一体性を高め合っていこうっていう言論がですね、最初メソポタミアに発生したんじゃないかっていうふうに思うんですよね。そしてそれがですね、西や東に伝播して、社会的な雰囲気に伴って社会的な西や東のですね、社会的な発展に伴って、プラトンや孔子っていう人物が現れたんじゃないかっていうふうに、私は考えます。プラトンや孔子がですね、なぜすごいとされているのかっていうと、彼らの著作が残っているからなんですよね。プラトンなら国家っていう、孔子ならですね論語っていう、そのような著作が残されているんですけれども、人間のですね起源であるところのメソポタミアに言論が多分あったと思うんですけれども、その母体となるようなプラトンや孔子の母体となるような言論体系が多分あったんじゃないかと思うんですけれども、その言論体系は失われてしまってですね、現在残っていないんで、メソポタミア地方にはですね、よくわからない文明の起源っていう、そういうふうな名誉っていうものだけが残ったっていう、そういうふうなことなんじゃないかっていうふうに、そして、そのメソポタミアの、言論体系ですね、かつて、プラトンや孔子に影響を与えたんじゃないかと思われる言論体系が、どのようなものであったのかっていうのは、推測はつくんですけれども、なかなか難しくてですね、どこから来たのかっていうのはもうこれはわからないんですけれども、どのようなものであったのかっていうと、私なりに推測するとですね、プラトンや、孔子はですねの言論体系の、基礎っていうかですね、共通点っていうのは、自分たちの過去に、理想郷を設定するっていう、そういうふうなパターンを取っているんですよね。例えば、プラトンならですね、その国家っていう本の中で、人間の社会は堕落していくと、具体的に言うと名誉支配体制政治から金持ち支配制体制になって、その後民主国家になって、その後専守国家になるっていう、そのような堕落形態を取るんだけれども、名誉支配体制の前の体制っていう、そのようなものは、哲学者が、優秀な哲学者が、国家を統制するっていうような鉄人国家っていう、そのようなものをプラトンはですね想像して、かつてどこかにそのような鉄人国家がおそらく存在したであろうっていう、そのようなですね、論理を展開するんですけれども、プラトンは人類の過去にですね、人類の古代に、プラトン自体が古代の人なんですけれども、その古代のさらに古代に鉄人国家っていうものが存在したはずだっていう、そういうふうな論理展開で自分のプラトン哲学っていうものを組み立てるんですけれども、孔子にしてもですね、孔子の今の世界って言っても、もう孔子の時代はもう古代なんですけれども、古代より、その古代、孔子の時代は堕落しているけれども、孔子のさらに昔の時代にはですね、例えば行春っていうような西王が存在していて、その西王が治める国はですね非常に治まっていてですね、極めて、平和な国だったっていう、そのような論理を展開するんですよね。そして、周の初めの周公っていう、周公旦っていう人の世界はですね、行春に比べれば落ちるけれども、現在よりははるかにマシな世界だったっていう、そのようにですね、自分の過去により、素晴らしい世界が存在したはずだっていう、そういうふうな論理をですね、プラトンも孔子も取っていることから見てですね、おそらく、メソポタミアの失われた言論の論理体系っていうのも、そのメソポタミアの
その言論体系の過去にですね、より素晴らしい世界が存在したはずだっていう、まあ、そういうような論理体系を取っていたんじゃないかっていうふうに思いますね。この、まあ、自分の過去により素晴らしい世界が存在したっていう、存在したはずだっていう、そういうふうな論理はですね、まあ、日本にも見られて、例えば国学っていう、まあ、元居宣長っていう人が展開した国学もですね、日本の過去にはですね、まあ、中国の漢字などというものが入る以前の日本語独特のですね、そういうふうな日本世界っていうものが、理想的な日本世界っていうものが存在したはずだっていう、そういうふうな論理でですね、国学っていうものを展開してですね、その流れが今の、まあ、万世一系的なですね、まあ、右翼の方々が主張するような、そのようなこう、まあ、世界観に流れ込んでいるわけなんですけれども、まあ、そのような過去にですね、まあ、理想郷が存在したはずだっていう、まあ、そのような論理がですね、自分と社会との一体性を高めるための、まあ、一つのキーポイントなんじゃないかっていうふうに私は思ってですね、まあ、その、まあ、キーポイントを、まあ、発見したっていうかですね、発明したのがですね、おそらくメソポタミアに存在したんじゃないかっていう、そしてそのメソポタミアの言論体系っていうのは、失われてしまったっていう、で失われてしまったから、どこからその言論体系がやってきたのかっていうのはもうわからないっていう、まあ、そういうふうなことなんじゃないかっていうふうに、まあ、歴史をですね、まあ、人類の歴史を大きく考えると、まあ、結局そういうことになるのかなっていう私の、まあ、仮説なんですけれども、そういうふうに私は考えています。今日の動画はですね、音の葉さんのですね、まあ、グノーシス主義っていう音の葉ラジオにそういうふうな動画があってですね、私よく音の葉さんの YouTube を見てるんですけれども、その音の葉ラジオさんの、グノーシス主義っていう、まあ、そういうふうな話をこう、まあ、オマージュしてですね、このような動画を撮るに至りました。まあ、何日も考えた結果なんですけれども、まあ、その結果がこのような、まあ難しいとは思わないんですけれども、どうでしょうか。では今日はこれで失礼いたします。